こんにちは、アトリエトークです。今日は実は私は講演会に行ってきました。講演といっても教職員の先生方対象の研修なので、ホールとかではなくて大阪市内のホテルの一室でちょっと講演というか研修会みたいなところで、ちょっと私の生い立ちとか LGBT についてちょっとお話ししてきました。講演の模様をちょっと撮影したのでご覧いただきたいと思います。どうぞ。こんにちは。先生たち立ってる方もいらっしゃって、立ち見が出たの？そんなに人気？講演始めさせていただきます。今日は先生たちにもう3つだけ言って帰ります。まず、これは言わなくてもLGBT とは何なのかということ、そして私の特に小学校、中学校、高校生どんな子供だったのかというお話と、そして学校現場でセクシャルマイノリティの当事者として私がお願いしたいこと、この3つだけを言って帰ろうかなって思っています。大丈夫でしょうか？大丈夫？講演と呼ぶには程遠い内容になると思います。先生たちが聞いたらもう帰りたくなるような内容もあるかと思います。今日はセクシャルマイノリティの当事者として、私が先生の前でこうしてお話しますけれども、100人いたら100通りの性別があると思って聞いてください。今日コウブンさんの話聞いたからそれが全てだわって思われるのは私もすごく困るし、私は専門家でも何でもないので、一当事者としての幼少期をお話ししたいと思いますので、そこから先生たちがどういうことを汲み取っていただけるのか、読み取っていただけるのか。やっぱりここまで LGBT という言葉が叫ばれる一方で、やっぱり LGBT っていうのは性癖じゃないんですか、なんか気持ち悪いっていうような意見が、私は全部を公表して活動しているので毎日のように届きます。 LGBT という言葉が出てきたがゆえに、どこにも当てはまらない自分っていちゃいけないのかなって、そんなことで苦しんでる子どももいると思って今日は聞いていただけたらと思います。ここまで大丈夫？早口大丈夫でしょ？大阪だから。いつから違和感あるんですかっていうふうによく言われるんですよ。いつから違和感を持ったんですかって。違和感なんて子供のうちはないんです。おちんちんはいつかなくなると思ってました。4歳の誕生日には両親が5歳になったら熊のぬいぐるみ買ってくれるって言いました。ところがお兄ちゃんと一緒に育てたはずなのに、私だけどこか女っぽくなっていくのを見て両親を心配したんです。このまま小学校に上がったらこの子いじめられちゃうんじゃないかなって。母はラジオ相談に電話をしたことがあるようです。うちの子なんか女っぽいんです。これ古い。こう今どう？こうこれいいか。なんででしょうって相談員は言いました。あ、それなんかね、お母さん今お話ししてたらなんかすごいお母さん男っぽいです。喋り方声低いし、お母さんが男っぽいと息子さんって大体女っぽくなるんですよ。厳しく育ててください。甘やかしてるからです。真に受けた母は明日から厳しくしようと思ったみたいです。先生の口癖は男は男らしく女は女らしくですよ。誰かなこのクラスに一人なよっとしたらおるな。コウブン、あんたのことや。もうちょっとシャキッとしなさい。なよなよするな。女の腐ったみたいに。女の人って腐るんですかって聞きました。私の股間をつかみに来る先生がいたんです。女子だったら、今だったらもう大問題じゃない、テレビに取り上げられるぐらい。もうでも男の子っていうだけで普通だと、すごく嫌だったんです。やり返しました。体育の男子の先生は、この先生は3年間の間に絶対殺すって確実に認めると思ってたんです。絶対やるって、こいつは絶対殺すと思ってたんです。そして教室から部活中の先生を見かけて植木鉢投げたこともありました。当たらなかったわ。そのぐらい腹立ったんです。ね、当たらなかったけど怒られるでしょ、またやめと言われて。先生が股間掴もうとしたからですって、股間掴んでくれ、掴むのやめたら私もすぐしませんって、謝って、あなたが先に謝りなさいって言って、何も誰にものを言ってるんだって。数学の先生からは階段から突き落とされたこともあります。あまりにもこう、なんというのかこう、
不良のこともまたちょっと違う感じ。授業は横向いて聞く、横向いて聞くのに先生が何か一つ間違ったら、なんで間違うの、教師なのに。そう、間違ってるやん、それなんで間違うの、今なんで間違うの、先生がって言って、ずっと授業中になんで間違うのって言って、教師が、なんで勉強してきたんだ、私ら間違った教育されてるやんって言って、そのぐらいでずっと言い続けて、もうチョークが折れたら、なんで折れる、なんで力を加減して書かないの、教師でしょ、ちゃんとして、そんな教師のくせにって言うんです。男のくせに、それだけ、あなたが男のくせにっていうか、私は教師のくせにって言うわって言って、公文、そんなことちょっと後にしなさい、ちょっと持ってきなさい、先生預かっとくから、後にしなさい、ちょっと顔白すぎって言って、後にしなさいって言って、はぁ、指図すんなよ、塗りたいって、アホ、ババアってずっと塗ってました。なんでそんなに一回何回も塗んの、そんな乾燥してんのって言って、うっさいな、乾燥してんねん、大体そんな一回塗ったら大丈夫よって、時間置いた方がいいと思うけど、誰がお前なの、ちょっと持ってきなさい、もう後にしなさい、公文って言って、それでも私がやめないか、もう先生は歯の限界かなと、ここでちょっと話そうかなって思ったみたいです。ちょっと公文、美術準備室までおいで、先生とちょっと話しようって。私は当時はもうとにかく一番後ろの席が良かったんですね。なので決められた席があっても、自分で机を一番後ろまで持ってって一番後ろに座るみたいな、もう何が何でも一番後ろに座るみたいな感じで、ちょっと来なさい、ちょっとお話したいからって言って、なんで行かなあかんねん、いいから、みんなの前で怒られたいの、あなたにもプライドあるでしょ、めんどくさいな、おばはんは、めんどくさくてもいいから、めんどくさいことの中に発見があるのよって言ってました。意味わからんって、何はそんな発見は、めんどくさいことの中に発見はあるって言ってました。ありません、そんな発見なんて、あります、どんな発見やねんって言って、いいからちょっと来なさい、先生と話しよう、準備室おいで、行かない来なさい、行かない来なさい、行かない来なさい、先生がつか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 って私の席までやってきて、私の手をつかんでバーって私を引きずっていって、美術準備室に放り込みました。アンチエイジングっていうのも嫌い、ね、重ねた年齢にアンチってどういうこと、どんどんアンチになるの、女性どんどんアンチ、アンチになっていくの、アンチエイジング、アンチエイジング、誰が作ったの、あのアンチエイジング、エイジングケアでいい、ウィスエイジング、寄り添う、どうでも、あとは動画をご覧ください。どこまで話した、掘り込む、どこまで掘り込まれた、ガラ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 、掘り込まれたら棚のものがガラガラガラって降ってきました。そして先生がバチンって叩きました。バチンって、痛いな、何すんのやめてんや、加減にしなさい、あんたって、パッて先生見たら、先生もかばって泣いてました。どうしてあなたはちゃんと言葉にして喋らないのって、何がそんなに腹立ってるの、何がそんなに嫌なの、ちゃんと言葉で喋りなさい、喋ってもわかるか、教師に、大人が今まで私を決めつけてきたんよ、何を言ってもわかれへんわ、大人なんかに、話しても無駄じゃアホって言ったんです。あなたが今まで決めつけられてきて嫌だったかもしれないけど、今その決めつけられたことを教師にしてるよって、ちゃんと話しなさい、私はあなたを決めつけたことは一回もないって言いました。先生が泣いてました。ちゃんと言葉で喋りなさい、人間でしょって言われました。喋っても分からないって、あれも嫌やった、赤いランドセルが欲しかった、トイレも嫌やった、あれも嫌やった、これも嫌やったって言いました。森本先生は私をぎゅっと抱きしめてくれました。ごめんねって、今までのことはどんなことがあったかわからないけれども、私がその先生たちの分も謝るから、ちゃんと言葉として喋りなさい、あなたこのまま大人になったらとんでもない大人になる、私はそれが一番心配だから、ちゃんと言葉で喋ってって言いました。まだ役決まってないけど、どの役が言ってごらんって言われました。この学校で一番可愛い少女 A がやりたい、
って言いました。肩入れて、それはあかん。え、なんで今やらせてくれるって言って、やらせてあげるけどそれは違う。なんでって、美少女じゃないんです。なんで、私結構可愛いと思うけどちょっと悪が強いかもしれない。今までのね、そういうことがあったから仕方ないけど、顔にね、悪がある。だから美少女ではない。美少女は京子ちゃん。あなた京子ちゃんより可愛い女の子になれる自信あるって言って、それは私もちょっと自信ないからでしょって。だから美少女は京子ちゃん、あなたはこの意地悪な女教師へやりなさいって言って、そんな私の意地悪な人の口調とかそんなできないって。いや、そのままでそのままやりなさい、できるからって言われ。そこで先生たちにお願いしたいのは、環境を作っていただきたいんです。子どもたちが助けを求められる環境を作ってほしいんです。助けて先生って言える環境を作ってほしいんです。一人でもいたら死なないと思います。私がそう経験しました。私があの時一人でも助けてって言える人がいたら、私は死を選ばなかったと思います。今でもテレビをつけたら、お姉タレントが笑いの対象、いじられる対象って、だいぶ前ですけれども、ホモだホモってあったでしょ。あの時同性愛の人の自殺率ぐんと伸びたんです。自分が同性愛ということをカミングアウトしたら、世の中にこういうホモだホモっていう形でいじられる、笑われる、気持ち悪いって言われる。世の中にそういう環境があれば、どんなに自分が、自分の個性が自分で間違ってないと思っても、自分で自分を否定してしまうんです。もし学校に LGBT の子どもたちとかクエスチョニングの子どもたちがいて相談してきたら乗ってあげてください。同時に親も同じ当事者です。子どもがこうなんです、間違ってるんでしょうかって言った時に、間違ってないですよって、大丈夫ですって言ってあげられる環境づくりを先生たちにしていただきたいんです。どんな子も最初は子供なんです。私は先生たちは絶対に未来を作れると思ってます。先生たちしか作れない。大人になったらもう価値観の更新はなかなか難しいんです。でも感性が柔軟な子供たちに、みんな違うんだよって、世の中一人も同じ人がいないんだよって、一人も同じ人はいないけどみんな同じ命なんだよって、違いを認められる子供たちの環境づくりをしてください。それだけで世の中は氷が溶けるように変わってくると思います。今まだ過渡期だと思います。まだまだ嫌悪感を持っている人もいます。私は肌で感じています。毎日のようにホームページにはそのような LGBT の人に嫌悪感を持っているとか、そういうメッセージが届きます。動画にはコメントも入ります。先生たちが今接している子どもたちが大人になった時に違いを認められる社会になれるように、私こう見てたら先生の後ろに子供たちが見えて、そういう世の中になったらいいなと思います。私のホームページには今でも死にたいって、死にたいっていうメッセージがたくさん届きます。去年私の個展に来てくれた子が今年がいないって、そういうのを聞くたびに、あ、まだまだなんだな。パートナーシップがいろいろなとこで認められてるのに、まだまだこんなに死にたいと思っているセクシャルマイノリティの子供たち、クエスチョニングの子供たちがいるんだなって。なので私からのお願いは、どうか学校の現場で子供たちが助けを求められる環境を作ってください。お願いします。公園と呼ぶにはほど遠い、支離滅裂なちょっと感情的にもなりましたけれども、私の思いがお一人お一人の先生にちょっとでも届いたら幸いです。私すごく脱線しているので、私の講演を聞いてみて、今日講演聞いた人に言うのも失礼ですけれども、ぜひ YouTube で綺麗にカットした綺麗にまとめた動画がありますので、興奮行動講演会で検索してもらったら出てきます。今日はつたない講演になりました。ありがとうございました。
コウブン先生、ありがとうございました。せっかくの機会ですので、コウブン先生のご質問やご感想をございませんでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。プライベートの質問聞こえる？皆さんマイクなくて聞こえます？大丈夫ですか？マイク持ってくるんだって。やっぱりね、動画撮ってるから、動画撮ってるからね。質問もね、顔は出さないけど声は出すわ。声変えとこうか、ヘリウムとか入れる。今日ありがとうございました。どうぞ。もし教えていただけたらなんですけれども、はいはい、今コウブン先生のご両親との ご関係性とか、はい、もしその後何かの、ね、お父様とかお母様と分かり合えたっていうことがあれば教えていただけたらなと思います。はい、今は父は頭では分かろうとしてるんですけれども、やっぱり全部はなかなかやっぱり受け入れられないっていう感じだけども、必死で分かろうとはしてくれてます。だから契約とかそんなのではないんですけれども、やはり私が実家に帰ってしまったり、こう祖母の三回忌とかありますよね、普通に集まる。でそういうのに私が帰ってしまうと、うちの母が父方の親戚からやっぱり叱責とか、やっぱりちょっとまだちょっと嫌味を、やっぱりもう年配の方が多いので、なかなかこうLGBT っていうのは分かっても、身内にそういうのがいるっていうのはやっぱり受け入れられないっていう親戚もたくさんいて、私が帰ることによって母がやっぱりちょっと辛い思いをするので、私は法事とかそういうのは帰らないようにして、お墓参りとかもちょっと時期をずらしていったりとか、そういうのはしてるんですけれども、両親とは私の個展に来ていただいて、はい、絵を買っていただいたり無理やり売ったりしてます。はい、とんでもない。他にご質問やご感想等はございませんでしょうか。ちょっと質問させていただきたいんですけれども、今僕が担任をしてないんですけれども、うちの学校に小学校4年生でちょうど女の子なんですけど、やっぱり女の子の服装が嫌やということで、います。で今度の、2月の終わり頃に4年生ちょうど体つきが変わる時期ですので、性教育を始めるということがあるんですけれども、はい、その際にちょっと気をつけた方がいいなということとかがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思いまして、よろしくお願いいたします。分かりました。先ほども言ったように、環境を作るだけで十分だと思うんですね。あまり先回りをして、あなたはこういうふうでこうだから LGBT のトランスジェンダーじゃないかなとか、そういうふうに早く答えを出して先回りするよりも、こういう人が世の中にいるっていうような、例えば自分がもしそうだったとしても一人じゃないよっていうことを教えてあげられるような、そういう環境づくりでいいと思うんですね。あなたはこうだからこうだよっていうふうに、やっぱりこう LGBT という言葉が出てきて、各日本全国の学校で先生たちが、あ、男の人好きなの、あ、じゃあゲイねっていう感じで、じゃあそのゲイとしてもサポートしましょう、あなたは性同一性障害ねっていう感じで、先回りをする先生も多いんですね。性同一性障害とトランスジェンダーが同じでもないのと一緒で、やっぱりこう先回りをするよりも、もしどっちでも大丈夫なように環境づくり、そしてその子の環境づくりというよりも周りの環境づくりをしてあげられることの方が大事だと思います。その子に対するアプローチよりも、周りで私を例に出していただいてもいいです。今日先生こういう人の話を聞いてきて、こういう絵を描いてる人がいるけれどもどう思う？中にもいろんな言葉が出ると思います。気持ち悪いと思う、男らしくするべきだと思う、ああだと思って出ると思う、じゃあなんでそう思うのかなっていうことから問いかけて、いや世の中ね、同じ人いないんだよって、だからじゃあなんで気持ち悪いのっていう、そういうなんか投げかけて、その学校全体、クラス全体の環境を、もしそういう子が出てきてもいいよねっていうような環境づくりを、本当は性教育って言ったらね、4年生じゃなくて3歳ぐらいから始めた方が私はいいと思ってる派なので、その性教育って、ね、性別の性とも書くけど生きる教育でもありますよね、やっぱり。なのでどんなに AI が発達しても、あなたが生きてるっていうことに対して尊いことなんだよって、どんなあなたでも生きててほしいんだよ、生きててねって、生きることへの教育と一緒にやっぱりやってほしいなって、環境づくりとして。そうすると自分の命も人の命も大切にできるような、そういう子になるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。他にございませんでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。では先生の指示を
保健主治部会副会長の、せっかくですので、本日はどうもありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと時間が短かったのでまとめるのが苦手な私にとったらちょっともうはしょりまくりの感じの講演だったので、先生方にはぜひ私のこのファーストチャンネルの講演会動画をご覧くださいっていうふうな形で動画の宣伝もしてきました。見てくださってる先生方いるでしょうか。今日は養護学級の先生とか保健主事とかそういう子どもたちの心のケアをするようなそういう教職員の方が多かったように思います。まあ普通の先生方もいらっしゃるということだったんですけれども、大阪市内の各学校から2、300人ほど集まる研修会だったということで、先生たちも仕事の合間に来られたりとか午前中に仕事を終わらせてきたりとかいろいろ工夫して、先生たちも LGBT のことをやっぱり熱心に理解しようとしてくれてるなって、なんかちょっと心強いような、なんか嬉しいような、メッセージ伝えないといけないとか、セクシャルマイノリティのことで悩んでる子どもたちのためにって、なんかちょっと熱くなった場面もあるんですけれども、なんかメモを取りながら一生懸命聞いてくださってる先生方もいたんですけれども、2月1日の一般講演会と一緒でマスク率の高い講演会でした。全国的に新型コロナウイルス、そういうのが本当に蔓延してて、同時にインフルエンザもまた大流行しているので、ぜひ皆さんも気をつけて新型肺炎にかからないように、そして風邪をひかないように気をつけてください。やっぱり20秒以上しっかり手を洗う、うがいをする、こまめに水分を取るというのが大切だそうです。ちょっとやっぱり一般公開の講演会と内容的には同じですけれども、話の持っていき方とかがちょっと違う感じなんですけれども、まだまだやっぱり LGBT っていうのは性癖じゃないかとか嫌悪感を持ってる方もたくさんいらっしゃって、先日 LGBT の嫌悪感について動画を出したんですけれども、そのコメント欄にも私のようにやっぱりこうやって公表することがやっぱりどっか間違いなんじゃないかとか、こうやって公表して講演会をするっていうことがやっぱりそれ自体が気持ち悪いっておっしゃる方もやっぱりたくさんいます。コメントではなかなかそこまで厳しいお声は入らないんですけれども、先日久しぶりに LGBT の嫌悪感の動画にそうやってコメントが入ったので、やっぱりまだまだやっぱり声を出していかないといけないなって、間違った認識が広がってるなって、やっぱり知らないということは最大の罪なんじゃないかなということで、まずは知ることから始めていただきたいなって。 LGBT 空白嫌悪感で YouTube 検索したらその動画出てくると思うので、ぜひ見ていただいて皆さんがどんな風に感じるのかっていうのも聞いてみたいんですけれども、コメントでは珍しいけれども、私のホームページには本当に毎日のように、もう本当に毎日のように私の活動に関してとか、同じ当事者の方もいらっしゃいますし、私がこうやって公表して講演会をすること自体に嫌悪感を持ってる、それとちょっと違うんじゃないか、どうして特別待遇を求めるんだとか、まだ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 本当にそういう意見をたくさんいただきます。先日の一般講演会をしてからこっち、本当にまだまだそうやって毎日メールが来るので、まだまだちょっと厳しいなって、 LGBT とかセクシャルマイノリティにとってちょっと辛いなって、厳しいなっていう現状があるけれども、私はもうある程度覚悟を持って顔も名前も出して声を出していこうって決めたので、そういうご意見いただくたびに、まだまだもっと声を出していかないといけない、そんな風に思うんですけれども、本当に世の中いろんな人がいるけれども、 LGBTQ の人誰一人自分で選んでそうなったんじゃないんです。ましてや性癖だなんて、そんなことは絶対ないんです。そこだけでもやっぱり知っていただきたいと思うので、これからもこういう動画も出していきたいですし、講演会行った時とかに関わらずちょくちょくこういう話もやっぱり出していかないといけないなって思います。皆さんも私のメインチャンネルの LGBT の講演会の動画、何度でもぜひシェアして拡散してください。やっぱり声を出していって、まずは世の中に知っていただくことから理解って深まるんじゃないかなって。そしてやっぱり大人の価値観ってなかなか変えるのって難しいですけれども、私が教育現場でこうやって講演することによって、 LGBT とかに限らず世の中一人も同じ人がいないって、誰も排除しちゃいけないって、誰に対してもそうやって攻撃しちゃいけないんだって、みんなが生きやすいようなそんな世の中になるように、私も微力ながら声を出し続けます。応援してください。よろしくお願いします。それではまた。